どうも皆さんこんにちは。今回はですね、こちらスリングですよ。皆さんスリング使ってますか？スリングといえばね、まあ、こういった2点スリングであったり、こうしてね1点スリングとして使えるものもありますね、はい、こんな感じでね、ここに鉄砲をぶら下げて使うわけなんですけれども、今回ですね、普段こういう2点スリングにも1点スリングにもなるやつを好んで使っているわけなんですけれども、これですね、わからないですよね、これだけ見たら。スプラッシュツアーで協賛したシーツアーズ LLC さんからですね、ご提供いただいたフレキシブル製のスリングですね。でどう使うのかっていうと、こういう肩にかけて、でここのねベルトを体に回して、前の方でクイックバックルでカチッと止めれば、右利き用なので右の肩にこう下げる感じですね。こんな感じでございます。台湾の装備メーカーなんですけれども、実にこう体にフィットしてすごく使いやすい。で何回かこれでフィールドでたばきをしたんですけれども、まあ、以前こういうものを使っていたんですが、これはね、いろいろと汎用が効くんで、重たい銃だったり2点スイングでこう持ち上げてね、最近ちょっと好んで使っているのがこういったちっちゃい銃ですね。あともうこういった長物でも取り回しのいいものでございました。で一番何が良かったのかっていうと、装備を選ばないっていうところですね。私の場合こうこういったスラントっていう斜め掛けのものを使うんですけれども、これを先につけた後にですね、上からこのようにスラントをつけても、ここで銃が効くんです、はい、こんな感じですね。で今までこういうスラントをつけてたとしても、こういうスリングだと、まあ、斜め掛けなので干渉しないようにすると右側に来るようにしかつけられない。たまにこう装備の上にかぶった時にですね、マガジンだったりっていうのが、まあ、抜き出しにくいっていうのがありました。で本当おまけに斜め掛けを逆にするとですね、引っかかるのもありますし、ここをね、まあ取り出しにくいと。おまけにですね、スリングを装備の上から斜め掛けすることによって、まあ、無線機だったりを首につけていて、で無線機をまあ腰なり、まあ、私の場合は背中に無線機をつけて背中をコード通してやってたので、まあそれにスリングが引っかかると、非常にやりにくいですね、運用が難しいものでございました。まあ、そういった難しさからスリングを使わないという人も結構いるんですけれども、 CQB だったりですね、ハンドガンを使うフィールドに行くとですね、まあ、ピストルトランジションをするためにですね、まあ、スリングが必要不可欠になって、ってことでね、ちょっと実際に、まあ、どんな感じなのかってやってみたいと思いますね。こうした状態から、まあ、右利きの人であれば、こうやってね、ホルスターをつけて、まあ、銃を構えた後にですね、銃を引き抜くと。で、それでトランジションした後に、また逆にライフルに戻るとき、すぐこのまま、グリップが体の近くにあるので、すぐ右の脇からこう肩のラインで持ち上げることができると。戻します、戻します、すぐライフル射撃。またまあ左でやる必要あるのかっていう感じなんですけども、まあ左でね、左に銃をホルスターつけてる人もんで、まあ、このまま引っこ抜いてこう出せると。ライフルって大概利き腕を使うんですけれども、まあ、右利きの人であればもうすぐにこう持てると。でこうできる、もうすっごくやりやすいのね、これが。とんでもなく、とてつもなくやりやすい、このフレキシブルさんのねスリングで。おまけに、まあ、ちょっと重たい銃だと、もう軽い銃今使ってるんですけども、重たい銃でもこのパッドがスポンジ入ってるので、非常にこうね、痛くない、食い込まない、ちょっと。ちょっとね、慣れは必要かもしれないですけど、まあ、どこにあるのか、グリップがどこにあるのかっていうのをね。あとはショルダートランジションができるのか。正直このままだとね、私も結構こうタイトな感じでぴったりとバンジースリングになってて、こう伸び縮みするわけですね。伸び縮みをするので、まあ、ちょっとタイトにつけてます。ただねですね、こうちょっといくらバンジーだとしても、さすがに左肩にねこう持っていくっていうのはちょっと難しいので、一つの策がこれですね、パラコードを7センチ8センチですね、大体7センチ8センチのこの輪っかを作ってあげて、まあ、そこに引っ掛けてあげるとショルダートランジションが非常にやりやすいとって感じですかね。まあ、ほぼ8センチ10センチぐらいのものをつけていれば、まあ、容易にできますよと、そういった感じですね。なので特に抵抗は今のところ使っててないです。このまま普通にマガジンも抜けますし、で、まあ、無線使ってたとしても、コードが邪魔にならないと。で、あと、夏場ですね。夏場とか、よくプレキャリとか着る人もいると思うんですけども、プレキャリも同じような運用方法で、まあ、中に通してあげることによって、
あっちいなっていう時、装備外したいじゃないですか。外したいけれども、ライフルを持つために、まあ、こういったスリングを残しておきたい。スリングを装備の上につけていると、スリングを外した後に、また装備を脱いで、スリングをもう一回付け直すと。しかし、これ中に入れているので、本当にライフル一丁だけで、でマガジンもね、まあ、ベルトに入れていればいいかなっていう人に関しては、まあ、この軽装備でいけますね。でもこんな感じで、斜め掛けスリングを上から付けると、こう、スリングの邪魔になると、まあ、これを中につければいいんじゃないかってなると、まあ、この斜め掛けスリングのいいところがなくなってしまう、まあ、これはこれで2点スリングのいいところは、まあ、もちろんあるんですけれども、まあ、普段使うぐらいだったら全然もうこのフレキシブルさんのこの1点スリングがめちゃくちゃおすすめです。であとですね、もうこういうプレートキャリアつけてる人って、まあ、胸元にマガジンを入れるのはもちろんなんですけども、胸にピストルホルサーを入れて、まあ、腰回りピストルつけないっていうような人に関しても、この中に入れてここだけなので、ここにつけても全く問題ない。でこれでまた斜め掛けしてしまうと、まあ、ピストルも抜きにくいっていう状況に陥るので、まあ、右にしていてもここですね、ここに的な感じで、こちらのフレキシブル製の TS11 商品名なんですけれども、ご購入をお考えのそこのあなた、CA ツアーズ LLC の代表様にですね、Facebook だったりホームページでもね、連絡確か取れるはずなので、まあ、下に URL は載せておきますので、まあ、そちらから連絡を取ってみてください。店舗とかはないんですけれども、ミリタリーショーには結構出店されているところなので、購入自体は頻繁にできるんじゃないかと思います。今現在左利き用がなくて右利き用だけになってしまっているので、まあ、ちょっとそこは考えようなんですけれども、まあ、これがいっぱい売れれば、左利き用も作ろっかっていう話になるかもしれません。なので皆さんでこれを買ってね、皆さんで装備をね、一緒にしていきたいなと思っておりますんで、ぜひぜひご購入を検討してみてはいかがでしょうか。ということでもう一回つけてみましょう。非常に簡単につけれるんでね、これね。はい、終了。サバゲーフィールドにつきました。で、装備をじゃあつけましょうって言った時に、まあ、これを最初にね、パチッとつけて、まあ、プレティアになり、スランプなり、バンダリア、セカンドラインっていうんですかね、まあ、上にボディアーマーを着ても使いやすいというわけでございます。てなわけで、今回はこの辺で、また次回